ではね、皆さんからいただいたメールをね、はい、紹介していきたいと思います。でまず私から、ラジオネームしんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにご、こんにちは。そうですね、こんにちはでもいけるし、ね、こんばんはでもいけます、ね、いける。こんにご、突然ですがトモリルひーちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。トモリルの誕生日は22日、ひーちゃんの誕生日は23日ですね、すごい近いですね。今年やりたいことはありますか？プロセカ的なものではありますか？改めましてお誕生日おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。ございます。プロセカだったらあれよ、奏でをゲットしたいよ。もうそれ以外の何物でもないね。そこね、そうですよね。そこ逆にあれどうですか、この曲歌いたいとか、このユニット歌った、はい、ボカロ歌いたかったみたいなの。いや、私はもう東京テディベアを歌いたい。あー、いっそーって思ってしまうな。あとはでもなんか奏での歌い方って、うんうん、あんまりこう激しい曲を歌っても、うん、激しいっていうよりはなんかこうちょっと包み込み系になっちゃうから、そっか、どちらかといえばちょっとこうそれこそ自称無職みたいな、あー、いますよね、ちょっとスローテンポな感じのを歌いたいかもしれない、うん、あ、なるほど。私まあどれだけ時間かかってもいいからプロセカのライブをね、うん、ぜひ開催してほしい、してほしいです。まあでもちょっとあのビビバスのレディステディ私めちゃくちゃ踊りたいんですよ。踊っちゃう、もう踊りたいけどもうユニット違うから踊れないだろうなっては思うんですけど。こっそりバックダンサー的ながらバックダンサーで本当に呼んでほしいくらい踊りたいですね、ビビバスも。でも本当にめっちゃひなたちゃんダンス上手いから。上手くはないんですよ、踊らせよう。踊らせよ。ただニーゴ全然踊らない。ニーゴはね、だってもう奏とかニーゴないでも省エネだもん。そう、本当に動きが全然動かない。悔やむと書いて未来のあのプレイ中の後ろの 3D とかもそれぞれ個性があるけど、うん、水木以外結構あんまパキパキは踊ってないんですよね。ファーファーファーサーみたいな。だからもうあれ見た時、あ、うちの家多分そんな踊んないなって思い悟りました。ちょっとわかんない。でも瑞希がこうメインの曲とかだったら、うん、もしかしたらみんな気合い入って踊るかもしれない。本当ですよね。なんかもう瑞希の曲がもし今後出るのであれば、うんうん、もうビビバスくらいバキバキに踊る曲が来たら踊れるかもしれない。やばい、どうしよう、そこに私多分巻き添えを食らうやつだな。やばいな。急に 3D 奏でバキバキに踊り出すかもしれない。もうその 3D が来た瞬間、あ、もうこれは佐藤ひなたのせいだと思ってもらって構わないです。彼女の責任、私の責任です。